皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、ジュニアプロテインを使ってグミを作っていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。まず用意するものがゼラチンですね。ちょっとグミなので多めに用意してます。 55g 入っております。あと水ですね、合わせて 150ml 使います。でレモン水お好みで入れてください。さっぱりと仕上げていきたいのでレモン果汁を用意しました。特になくても大丈夫です。お好みによって調整してください。電子レンジを使用できる容器にゼラチンを入れていきます。お水 80ml かけていきます。先ほどご用意したお水のだいたい半分ぐらいですね、入れていきます。入れたらちょっとスプーンでなじませていきます。ゼラチンの量が多いのでこの時点でもう固まってくると思います。粉っぽさがちょっと抑えられるまでちょっと混ぜていきます。でちょっとあまりにも硬すぎる場合はちょっとお水で調整していきます。ただちょっとこの場合なんですけども、水入れすぎたらまた調整ができにくくなるのでほんの少しだけにしておいてください。一塊になったら電子レンジで加熱していきます。500ワットの電子レンジで20秒加熱していきます。ちょっと中爆発しないように気をつけてみてください。20秒加熱したら1回取り出してまた混ぜて、でまた20秒ずつ加熱していくのをゼラチンが溶けるまで繰り返してください。では加熱していきます。ではゼラチン溶かしている間にプロテイン作っていきます。プロテインなんですけども、ちょっとグミできる量が多いので濃いめに作っていきます。ジュニアプロテイン、付属の白スプーンで2杯分なんですけども、白スプーンで5杯分入れていきます。この上からレモン果汁も合わせていきます。ではボウルに先ほど溶かしたゼラチンとプロテイン入れていきます。でこの上にジュニアプロテインが入ります。しっかりとゴムベラで混ぜていきます。でダマがあったらしっかりこの段階で潰してあげてください。はい、しっかり混ざったので容器に入れていきます。底が平らな容器今回使っています。キャラクターの製氷皿とかあると思うんですけども、ある方はそちらをお使いください。はい、生地を流し込んでいきます。気泡を潰すために軽く容器を打ち付けてあげてください。気泡が抜けたのでこのまま冷蔵庫に入れてだいたい2時間ぐらい固めていきます。タッパーの方は蓋閉めてもらったりとか、蓋がない場合の方はラップを入れて、ホコリなどが入らないように気をつけてください。それでは冷蔵庫で冷やしていきます。固め終わったものがこちらになります。これを今から型抜きでくり抜いていきます。普通のクッキー抜くような型で大丈夫です。お好みのものをご利用ください。1回につき大量にできるので手分けしてやった方がいいと思います。ちょっと一人でやってて心が折れそうです。ジュニアプロテイン入りのグミができました。こんな感じです。星型にくり抜いてみました。スペックと実食編は次の動画でお送りします。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。